大先生何やってるんですか。今何やってるんですか。今あのブログを書いてます。おう、ブログ。はい。内容は。内容、自己紹介ブログです。ブログ、あのお店のホームページね。そうです。ああ、なるほど。今撮ってるんですけど翔子先生って、はい、どんな男性がタイプなんですかこれサブちゃんなんで、やっぱこういうの聞いていかないといけないかなと思って今僕回してるんですけど。え、どういう男性がタイプですか。どういう男性。はい、もう全然あのいいですよ。何言ってもらっても大丈夫です。全然カットしないんで。どういう男性。はい、好きな男性のタイプ。うーん、うわ難しいな好きなタイプってなんやろな。で、魅力的に感じる人とかってどういう人ですか。自分のなんて言ったらいいかな、これっていうものがあるからそれじゃあもうそのこれっていうものは何でもいいんですか。いや そういうわけじゃないけど、うん、なんか何かを頑張れる人というか。おお、なんて言ったらいいんだろう。なんか理想は、はい、理想でいいですよ。理想は、はい、やっぱ尊敬できる部分がある人。おお、あれ翔子先生今いくつでしたっけ。聞きますあ、もう聞いとくわ。今年30になりますあ、なるほどなるほど。やっぱ30とかになるとだんだん理想の男性像ってやっぱ変わってきます。その10代の頃、20代の頃に比べて。いやでもそんなに変わんない。あんまりなんだろう、冒険はしないタイプなので。じゃあ今まではあれですね、素晴らしい男性とお付き合いされてきたってことですねそれはねいやここに関しては、はい、はいとは言えないです。あ、なるほどなるほど。いやそれはちょっと失礼だなそんなことないけどまあ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 って感じだね。まあ、今だってほらなんかすごい仕事とかいろいろチャレンジして頑張ってるじゃないですか、はい、そういうのも踏まえて今の翔子先生が見た時に、あ、この人すげえなとか尊敬できるなって思えるような人は魅力的には感じるってことか。そうですね。じゃ何かに打ち込んでてほしい。うん違う、怪しかったな今、まあ、いやそれはもちろんあります。自分もやっぱこうやってちょっと今結構仕事に打ち込んじゃってる部分があるんで、うんうん、まあそれをまあ理解してくれる。もうやだやだ、かまってかまってみたいなとちょっと今はしんどいかもしれない。それも嫌いじゃないです。なんでそれも嫌いじゃない。でもそれがた、なんだろう、一日中ずっとだとあれだけど、あ、別に、まあ、バランスですね、うん、じゃあ逆に嫌な、嫌いな男性はどういう人ですか。え、もういいズバッと言っちゃってくださいよ。もうサブちゃんですからサブちゃんの特権。サブちゃんの特権ですよ。もうズバッと言ってください。嫌いな男性と、ネチネチした人。おーはい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 。あとは、言ってることと行動が伴わない人。うん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 。これはまあ別に、もう男性に限らず、まあ、人としてあんま好きじゃないタイプってことね、うん、ネチネチってどういう、ちょっと具体的に教えてもらっていいですか。そのネチネチエピソード。いやネチネチ系は、しつこいってこと。しつこい、しつこいっていうか、仮に、まあ、付き合ってる上で、うんうん、なんか信用されないって一番ちょっと悲しいじゃないですか。はいはいはい、わかりますよ。別になんかするわけでもないのに、うん、疑われるのとかってちょっと嫌じゃないですか。はい、嫌ですね。そういうのがちょっと苦手だ、まあ、トラウマがあるとなるほどね。はい、ネチネチとその口だけの人はあんま好きじゃない。口だけの人はちょっと結構、あ、出た出たってなる、はい、じゃああれはあのかまってちゃんタイプは別に嫌いじゃないです。それかまってかまってじゃないよ。そのかまってかまってじゃなくて、どうせ僕なんかさみたいな、ちょっとこう、あ、それはちょっとだるい。ああ、悲劇のヒーローとかヒロインになりたい人もいるじゃないですか、うん、時々 SNS とかでよく見るじゃないですか、そういう人、うん、まあ、自由なんでね、先生は自由に発信する番組なんですけど、結構多いじゃないですか。はいはい。そんなことないよって言われるのを待ってる人いるじゃないですか。いますね、はい、そういう人はあんま得意じゃない。なんか、あ、そういう人なんだなって、あの思う感じ、うん、あ、離れたところから見る感じ、うん、あ、いや正直自分もやっぱ若い時というか、
昔はちょっとそういうの少なからずあったから気持ちはわかるんですけど、うん、あったんだ、あったあった、そういう時あったんだ、ありました、やさぐれ時期、めちゃくちゃやさぐれてる時ありました。あ、そうなんだ。いろいろあって あったけど、でもまあ SNS ってまあ何つぶやくのもまあ自由だし、うん、そうだよ、それはそうだ、自分はそこをはけ口じゃないけどそういうのに使っちゃうタイプだったから、うん、あったんですけど、明らかになんか、あ、この人ちょっとかまってほしいんだなっていうのはなんかすごいわかるから、肌から見てて、うん、っていうのはまあちょっとそっとしておこうかな、そっかそっかぐらいな大変だったんだろうなっていう。なるほどね。え、いつ自己紹介ブログ書くんですか。あ、 今書いてるんですか。書いてて、今日中にはちょっとあげようかなって。でも結構なんか濃い濃い感じでかもしんないです。ちょっと長くなっちゃうかもしれない。あ、いいです、あの5000字とかでいいです、全然。5000字、はい、 OK です。はい、皆さん楽しみにしてください。見てください、自己紹介ブログ。そんなもういきなり撮ったサブちゃんでしたびっくりした。ありがとうございました。ありがとうございました